NBA のオーランドマジックに所属している。ポジションはセンター。同じくマジックに所属しているフランツ・ワグナーは、実定である。バスケットボールブンデスリーガのアルバベルリンに入団し、プロキャリアをスタートさせる。ブンデスリーガの U18 選抜に選出されるなど、活躍した。2014年、ミシガン大学のヘッドコーチに、自身のハイライトをまとめたビデオを送るなどして、自らを売り込み、 2015年4月に晴れてチームに合流することとなった。大学で3年間プレーし、2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2018年6月21日、ドラフト一巡目全体25位でロサンゼルスレイカーズから指名を受け、7月1日にレイカーズと契約した。その後ラスベガスで行われたサマーリーグに参加したが、 7月10日の試合で、左膝と左足首を損傷し、残りのサマーリーグやプレシーズンマッチを欠場した。怪我の影響で開幕は G リーグで迎え、11月17日のオーランドマジック戦で NBA デビューした。シーズンでは43試合に出場した。2019年6月28日、大型補強に向けてサラリーキャップに空きを作りたい。 レイカーズの移行から3チーム間のトレードでアイザック・ボンガと共にワシントン・ウィザーズに移籍した。2021年3月25日のシカゴ・ブルズを交えた3チーム間トレードによりボストン・セルティックスに移籍。しかし、加入後は不調に苦しみ4月16日に解雇された。2014年のファイバをマイナス18、ヨーロッパ選手権でドイツ代表に選出され、 優勝に貢献した。ありがとうございます。